ゲルマン人、ゲルマン人、ゲルマン人、ドイツ語、ジャーマナンは、現在のドイツ北部、デンマークスカンディナビア南部地帯に居住していた、インドヨーロッパ語族、ゲルマン語派に属する言語を母とする諸部族、民族。先士時代、歴史時代はじめのゲルマン語を話す部族を呼び、部族連合を原始ゲルマン人、または、コゲルマン人と呼ぶ。原始ゲルマン人は、中世初期に再編され、 ゲルマン民族となり、4世紀以降、噴人の精神によって、ゲルマン系諸民族は、大移動を開始し、ローマ領内の各地に建国して、フランク、バンダル、東豪と、西豪と、ランゴバルドなどの新しい部族が形成された。原種ゲルマン人は、現在のデンマーク人、スウェーデン人、ノルウェー人、アイスランド人、アングロサクソン人、オランダ人、ドイツ人などの祖先となった。 アングロサクソン人になったゲルマン人系部族にはアングル人、サクソン人、ジュート人、フリース人がいた。ゲルマンという語が文献上最初に現れるのは、前80年頃ギリシアの歴史カッポセードニオスの記録であり、前2世紀末におけるゲルマンの小部族、キンブリ族シンブリートテウトニ族テウトニのがあり信仰について書かれた。なお、紀元前4世紀末に マッシリアのギリシア人口会社ピュテアスが、ノルウェーやユトランド半島の民族について書いているが、ゲルマンという呼称は使われていない。ゲルマン人の記録として、重要なのは、カエサルの紀元前50年頃の、ガリア戦記やタキトゥスの紀元100年頃の、ゲルマニアである。これらによれば、現住地は、紀元前2000年期中央に、ユトランド半島、北、ドイツ、 スカンジナビア半島の中南部と言われる。紀元前千年期中央内市紀元前三世紀までには、西はオランダからライン、川下流域、東はビスワ川流域、ドナウ川北岸、ドニエップル川下流域まで広がり、北ゲルマン、西ゲルマン、東ゲルマンの三つのグループを形成した。ゲルマン系、またはゲルマン人とは民族的な概念であるため、 直接的に生物学的な特徴は関連しない。ゲルマン人の場合は、いわゆる北方人種の白人と結びつけられることが多いが、ゲルマニアと呼ばれた土地のうち、中部、南部ドイツはむしろ、アルプス人種や東ヨーロッパ人種などの影響が指摘されており、遺伝子的にも北欧より、イタリアやフランス、スペインなど南欧との親和性が強い。反面、北部ドイツの住人は、 北欧人と近く、特にバルト海に面する地域は極めて禁じしているが、内陸部では東ヨーロッパとの近隣性は無視できない。現在のゲルマン系民族の Y 戦色体、ハプログループは、ハプログループ I1、Y 戦色体、ハプログループ R1A、Y 戦色体、ハプログループ R1 ビット、Y 戦色体に大別される。このうち、ゲルマン5派本来の担い手は、 R1 ビットの海系統を R1 ビット U106 と想定される。I は欧州最古層のタイプであり、サブグループの I1 が北欧で高頻度である。I1 系統が金髪壁岩の発祥であると考えられ、ゲルマン人特有の外見的特徴をもたらした系統であると想定される。大部族のスウェービ B ーはエルベ川の下流域に生息し、 後に一つの集団はライン川上流のドイツ南西部マインツ付近に定住し、もう一つの集団はボヘミア平原に定住した。カエサルトンの戦争に敗北したアリオイスと率いるスウェービーの一部はセムノーネースを中心としたアレマンネンに参加し、後にフランク王国に併合された。スウェービーの名前はシュバーベンとして残っている。別の一部はスペインで、 スウェービー王国を作るが滅亡した。スペイン語やフランス語では、ドイツ人はアレイモニア、アレイモニアというがこれはアレマン人に由来する。南部のスウェービーの主力部分はボヘミアへ移住し、6世紀頃までにマルコマンネン人が住んでいたドイツ南東部からオーストリアに移住し、バイエルンと呼ばれた。ユトランド半島にいたキンブリートテウトニーは、紀元前100年頃に、 イタリアへ侵攻したが、ローマ軍に撃退された。また、彼らは、ケルト系のボイー地域へ移住した。ティンブリート・テウトニーの公営には、アトゥアートキーがいる。このほか、ハルーデース、マルコマニー、トゥリボキー、ウアンギオネース、ネメーテースなどがいた。紀元100年頃には、インガイオネス、イスタイオネス、ヘルミノネースの3つの種族に分かれていた。 タキトゥスの時代から大移動までの300年の間、連続性を保っていた部族は、などである。ゲルマン諸部族については、ベオウルフ、ウィードスイースにも記録がある。ゲルマン人は、血統的には非用語系、スカンディナビア原住民、球場アンフォラ文化の担い手など様々な根欠である。ゲルマン語をもたらした集団の源流は、ヤムナ文化より文化し、バルカン半島、 中央ヨーロッパを経由し、スカンディナビア半島南部にやってきた集団、ケルト語やイタリック語の担い手と、禁煙という説、オノ文化の担い手でありバルトスラブ語派に金という説、あるいはその混合であるとの説がある。ゲルマン人は、紀元前750年頃から移動を始め、紀元前5世紀頃に、ゲルマン祖語が成立、その後西ゲルマン語軍、東ゲルマン語軍、 北ゲルマン語群に分化した。三百七十五年、紛族に押されて、ゲルマン人の一派であるコート族が南化し、ローマ帝国領を脅かしたことが大移動の始まりとされる。その後、多数のゲルマニア出身の民族が南化を繰り返し、ローマ帝国に侵入した。移動は侵略的であったり平和的に行われたりしたが、原因として多民族の圧迫や気候変動。 それらに伴う経済構造の変化が挙げられている。この後すぐに西ローマ帝国において西ローマ皇帝による支配体制が崩壊したため西方制定廃止と民族内移動との関連性が考えられる。噴族の侵攻を食い止めたのがローマの支配を受け入れて傭兵となっていたゲルマン人であったように帝政末期の西ローマ帝国が実質的には ゲルマン系将軍によって支えられていた実情や西ローマ帝国のローマ人がギリシャ人、東ローマ帝国の支配から逃れるためにゲルマン人の力を借りて西方制定を廃止した事情なども考慮すると今日におけるヨーロッパ世界の成立における意は大きいと思われる。また最近の研究では制定廃止後の西欧における西ローマ帝国の連続性が注目されている。 西ローマ帝国に発生したゲルマン王国の住人や王宮公館は、そのほとんどが皇帝統治時代からのローマ系住人のままであり、例外的にゲルマン化が進んだとされるフランク王国においてすら住民の八割はローマ人であった。フランク王国において宮廷人事に占めるローマ人の割合が半数を下回るようになるのは、八世紀末のカール大帝の時代になってからのことである。 ゴート人などの東側のゲルマン人は、ローマ人などに同化されたが、後発の西側のゲルマン人は、ローマ化しつつも、一定の影響力を維持し、ドイツ、イギリスなどの国家の根幹を築いた。なお北方系ゲルマン人、ノルマン人は、大同時代には、デーン人が、ユトランド半島まで進出した程度である。この後も、ヨーロッパには、スラブ人やマジャール人、 ハンガリー人といった民族が押し寄せ、現在のヨーロッパの諸民族が形成されていくことになる。ゲルマン語派として分類される語派は、東ゲルマン、北ゲルマン、西ゲルマンの3つに分類される。東ゲルマン語はすでに死滅している、ゲルマン語派参照。古代ギリシャ時代には、ゲルマンという概念はそもそも存在せず、スキタイ諸族とケルト諸族に対別されていた。 後のローマ時代には、オームネオーデル・ビストラ諸族、ライン諸族、エルベ諸族、ジャトランド・デ・ニッシュ諸族の4つに分類された。オーデル・ビストラ諸族は今日、東方ゲルマンと呼ばれるグループに相当し、タキトゥスによると、ここには、ゲルマーニア人の言語と似ているが果たして、ローマ人の知る、ゲルマーニア人と同種の言語として分類すべきか迷う、部族も、かなりいることを記しており、 現代でいうところのスラブ語派の古い言語を話していたと推定される部族がいたことを暗示している。残りの三族が聖ホーゲルマンと呼ばれるもので移住せずにスカンディナビアに残った人々をホーゲルマンとしている。またタキトゥスはバルト海沿岸部の諸民族が共通した文化を持つスエビ所属であると主張したがタキトゥスはスエビが具体的にどのような共通文化を持つのか明言しおらず。 実際に文化の連続性があったのか疑問が持たれている。歴史学者のアーサー・ポメロイは、タキトゥスが末火とした複数の集団には全く共通性がないわけではないが、それ以上に文化や言語で明確に異なる部分があると指摘しており、現代の歴史学及び考古学では、バルト海沿岸部の住人は複数の民族に分かれるとする見解が一般的である。 古代から中世への過渡期には多数の蛮族がそれまで未開とされていた地域からローマへと侵入を開始したためローマ側の混乱や蛮族側の離合集散の中で一層に分類は乱れた。今日では明確にインドイラン語派の集団と判明しているアラン人、サルマタイ人の一部がゲルマン人とされていたことがこれを物語っている。フランク人の中核となり 一部は、ザクセン人に吸収された。バイキングとして各地に進出した。歴史言語学で明らかになっていることであるが、ゲルマン祖語の成立、グリムの法則の普及時期は古くとも、紀元前5世紀以降で、ヤストルフ文化時代、紀元前7世紀、紀元前1世紀のうちのヤスルフ期、紀元前7世紀、紀元前4世紀の番期あるいは、リップドルフ期、 全4世紀前150頃の初期と考えられ、他のヨーロッパ諸言語の成立時期と比較するとかなり浅い。すなわち、ゲルマンゴ派の集団がローマ人と接触を始めた時代ではそのゴ派の成立からほんの数世紀しか経っていない。そのため、キンブリテウトに戦争からマルコマンに戦争の時代のゲルマンゴ派諸部族は未だ主にゲルマーニア西北部一帯の狭い地域に止まっていったと。 考えられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。